本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流祭です。本日は、Life Flow is Beautiful 第9話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。例のね、親の顔より見たモアイって言われてるやつですね。まあでも実際に、このモアイは確かに親の顔より見てるんですけど、モアイを、 見見てててるるかっていうとそんんなに見てる人いませんよねあと唐突ですけどあとギリギリですけどご報告です年末にパーティーがありますのでご希望の方はどうぞご参加のご連絡をおお越しくださいつつがねうんホテルからどんぐらいなんだろうなえっあおそう しかも1人なんだ。かワンマンバスかああいうなんかこれ多分だけど大会どこが主催してんだろうなだけどまあ射撃協会とかあるんでしょが多分お願いしてやってもらってるんだろうけどそういうのってなんかドライバーさんと荷物運んだり案内したり。 説明したりするもう一人天井医さんとかいないですかねまあいないんでしょうね。実際いないんでしょう。だいぶ取材綿密みたいですしね。で、さっきモアイの時にちらっと申し上げたあの年末パーティーですけど、31日14時から友人宅で行われますんで、まあ本当に31日のこと今頃言われたってっていう話かもしれませんけど、もし万が一、えー、ご参加希望される方いらっしゃいましたら、 この YouTube のどっかのコメント、まあ、こ,れのこの動画のコメント欄でもいいですけど、コメント欄にコメントいただくか、Twitter の方でご連絡いただければ、友人に伝えておきますんで、まあ、本当にただそれだけ、ただ集まって何時間かパーティーやるだけなんですけど、まあとで詳しいことはまた追加でメールが来るんでしょう。 参加費とかどのぐらいなんだろうな。まあ多分だけどなんかお土産食べ物か飲み物か持っていけんじゃないかなっていうね。まあだいぶ適当ですけどね。うん。うん。どのぐらい遠いんだろうな。周囲10キロにコンビニがないっていうのはだいぶあのシーン良かったっすよね。面白かったっすね。うん。うん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 。うん。そっか。 夏休みですもんねもうこっちは完全に冬でねまあこれは別にライフ e イズビューリフォーさんが1週間遅れたからっていうのはほぼ関係ないんですけどそうなの西はだいぶへんなところにあるんですねさすが顧問だなうん <laughs> 何に見えたのファンに見えてた ファンガールの一人に見えてた。千鳥射撃部のファン。しゃ、あれシーし、うん千鳥ハイスクールシューティングクラブ。千鳥 RSC か。ライフルシューティングクラブ。うん。 うーん、ヒさんはね。うーん。うーん、そうなんですよ。あ、それもう。ボス、なんでボスなのいつからその呼び方してたなんで急にボスそう、あんま良くなかったんですよね。でもあれも不思議なんだよな。暇組。うん。うん。もう ああとそそそれにおあそっかかでもそっか前回であの今、ー、野さんのお友達が沖縄行って応援に来ないっていうのを私えー、応援来ないのと思ったんですけど考えてみたらあっ今野さん応援ってね前々から何回か出てるんですけど応援することないのよねこの競技ってねまあでも一緒にいてあげるねうんよかったですねホテルで会っといてよかったわ 一緒にいてあげるだけでもなーねえそうっすよ <laughs> いない人顔見知りがほうああそうやってう,ーんう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  <laughs> んう <laughs> んう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 そうん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 う うんうん、気にしてるのね。意外とね、責任感というか、部長としてのプレッシャー感じてるのね。うん。うん。作ってというか、復活させて。うん。なんだ、あそこ、妙に人口密度の高いところがある。うん。うん。まあ、でもね。 マイナースポーツでも集まればそこそこの人数になるんでしょう。うだってオリンピックあるんでしょ。ねえ。<laughs> 相当苦労してんだろうな。日本の射撃郷外。あ,あ、これあれ。があれか。アイキャッチのか。アイキャッチに限んないか。わかんないんすよな。何すればいいのか教えてくださいよ。なあ、そうなんだ。<laughs> それぞれのいつも通り。 あ。でも、じゃあ何か変わったことしろってったってね、特に思いつかないし、何すべきか分かんないもんね。あー、うーわ、小学生ですか、あんた。できない。急に。ダ別に、だますんじゃねえ。だましてんじゃねえよ。あんたは勝手に感じてんですよ。うん。どうしたんですかね。 それだけ <laughs> それしかできなかったのチャンポイント増やしてどうすんだうんうん練習かおおいいねえあ,つあそっかそう感じるぐらいかそえっそれ使うあそううん うん、前髪上げるだけでも意味あるかな <laughs> リ,ーボる <laughs> リボンで認識されてる。リボンで認識されてる。あ、そう。うん。そうなの。重さのバランスじゃないの。あれね、脳波で動く猫耳を思い出されてる人いましたよね。いらっしゃいましたね。うん。 いいいんじゃないうんでも前髪くぐってるけどね結構すんなどうするちょっと迷う値段だなこれ3倍だうんこれだったらねただで鉢巻きでもした方がね3500円だと迷うな <laughs> よかったっすね 紙くぐってるけどね。うーん。誰この人ホズミホズミだ。うーお。ああニッタセレナセレナうんでしょう多分。こういう時は英語島かのは確実なんだよな。ほううん。誰？海島。 この人もかいやそんな人いくらでもいますようん実はこちら側にもね同じような人いましてねやばい狼が2人いるうんすげえ付近うん完全優勝って何優勝と完全優勝はあんのはあなるほどねじゃあ自衛官になる 心構えまあでも技能的にね射撃できた方がいいですもんねうん,う,ーんうんうんうんでも泉はサポートに来てるんだけどね他のチームのうん そうっすね <laughs> 事前に決めとかないしねいつもやってないからねうん <laughs> シュールだなうん一人だけ何にもうん一切何も変化がないっていうね段1段2段3補欠がいるんだけど補欠出るっていうのはどういう状況だったらありえんのかなうん うん <laughs> うんうんうん下手の考えってそういう意味じゃないんでまあいいかうんうん合計か。 ひかりさんにうんあんまりそれを意識させない方がいいのでは <laughs> あの無言のうんあんまりうんかんないなでもどう作用するかわかんないからな人によるしね うんそうみたいですねーいや大丈夫なんですよこれ本物なんですよただな根拠が分かんないからなうんそうねうんまあ可わらしいですけどねうんもうこれ分かんないですよどうなるか全然 結果が出るまで分かんないからな。ふん。何を、んおう。これどこのッドホんだろう。気になる。ワイヤレス。そうっすね。そういえばいつもはね、イヤホンでしたもんね。 ヘッドホンの時とイヤホンの時と何か変えるきっかけあるんだろうかうんうーんそうなんだ今回かけって急に緊張したりしないの <laughs> そうなんだ <laughs> そんなにうるさかったですかうん あれ細かいことだけど、アサカのマークってあんな脇に食い込んでんのロゴ。まあ別にいいけど。本当に難しい。全然わかんない。外部の人間なんて余計わかんないんじゃないそうね、それあるね。これなれ大きいよな。うん。うん。この人はちょっと論外、あのー、ちょっと例外ですからね。 うん。<laughs> <laughs> それはないと思うけどまあそうかもねうん誰だっけな誰かまあ変人ちゃ変人だけどタイプは違うなそういう人が変人なんじゃない うん変人でナチュラルにそれやってるからね。うん。うん。やっぱ鳥羽良子に似てるな。おう。うん。<laughs> ひどい射撃競技に対する侮辱だな。うん。あなた自身も十分変わってますよ。 でそののの返事の仲間入りに自分からしていくアハハハハそうっすね <laughs> そこで詰めてもね返事の定義ねまあでも返事ってあいもんですよね変なことしようとは考えてないのよねで変じゃなくあろうとも別に考えてないっていうねどうしたやることない眠いなんで急に あ,あ、そうなんだ。へえ。意外とああいうのね。私の知り合いにもいますけどね。全く何一つ反応ないのにちゃんと全部聞こえてる人っていますよね。うん。いやいよいしょ。中へ。怖。さあ来た。うわ本当に全国から集まってんな。へえ。さて。 でも普段と何か変わってるよには見えないよない変化があっても顔に出ないのがイキオさんかなうさすがですねさすがですね, <laughs> ですね一発目からでしかも一番手でしょうんこれ前にこの描写ありましたけどね 一発目をみんなためらうのよね一番になりたくないっていうねああああやっぱそういう人いるんだなまあそりゃそうだよねうんうん 全然関係ないことに聞い取られてんね。うん。こっちはこっちで。おう。おう。そうっすか。うん。まあ、ここまで来てんだもんね。全国まで来てんだからっていうね。おう。大角。何があんだうん。 あそうへえうんでも団体といってもほとんど個人競技だもんなうんおおそうだったんだじゃあその練習量と比例してんですね実力が泉に似てるな うんうんというかそれその手取り足取りのうんセクハラ間がいじゃないねこれ完全セクハラだね <laughs> だからだよ<笑><笑>みんなが同じツッコミするんだろうなこれちょっとこの人どっか行かせてくださいうんいやあのね止めてこの人とりあえずいなくなってもらったら全然違うんすけどねうん うん <laughs> 海上先輩うんあ,あの人にはあんまりそういうの効果ないかもしれないですけどねうん徳島、うん、長崎八木沼おおさっき出ったんでしょうけどうん うんうーんおお <laughs> 後ろねなんで急にそんなお気にするようになったんだろうなたまたま隣だったとかはい すね可愛いらしい,です、ね、可愛らしい長崎だもんねだから焼けてるってことうんうーんうーん集中力が切れた方から脱落していくのかさて そらどうでしょうねっていう人が一人いるんですよね。ユキオさん全然今のところ出てこなかったし小さいところ。う <laughs> ん <laughs> <laughs> でもかっこいいし可愛い,い。かっこよさと可愛さを兼ね備えとる。うん。 まあ、そうなんでしょうね。うん。あ、そう。あ <laughs>、そうっすか <laughs>。あ、そう。夏。へえ。変わってんな。はい。うん。絶好調っていうことですね。なるほどね。雪男なのに夏が好き。うん。 うん、身長とかやっぱあんのかね射撃にうんでもね下俳優派がモデルじゃなさそうなんですよねこれ参りましたっけそれ真似したうんまあでもいいやうんえ本番で <laughs> うーんまあでも何がねいいか分かんないですもんねただ練習の時にやるべやった方がいいと思うなうん 本番ですげーなすごいようんうーん大会本番で自己診てすげえなうーんなん誰か思い出すなでもたまにいる いやあちょっといやーすごいわこれはこの人何な,なんだよ何者んなんだよあそう <laughs> また結婚かよいやでもあんた前回でさそれ一言も言わなかったじゃない好きな人の話の時こっ,のこっちがこっちがわー言ってましたよ私があれの話どうなったんですかつってうんひえー すごいねー <laughs> うんいや正直怖いっすよちょっとユキさんああそうでしょうねわからん全然わからんうんああそうね脳内の状態で <laughs> そう なん <laughs> じゃよって人な言い方うん <laughs> 流したもんね完全にもうそれでいいやみたいなまあでも脳の状態で分析する学説ありますよね私も何かやんなきゃいけない時に死ぬほど集中してこれがいわゆるあのアスリートでいうゾーンってやつなんですかねっていう状態まあでも最後は気合ですようん結局は気合です 気合でなとかかするしかないっていう、ね、でもうんまあ極力もう何も考えないで一切心を動かさずにもう心を空っぽの状態するんだけど気合だけはひたすら意志の力で送り続けるというなんとなくのあの感覚ですね本当にフルパワーを発揮する時のあのー、脳の感じというか 感覚というかもうき何だったらもうその間の余計なものに関する記憶とかもしない記憶機能もシャットダウンしてで他の全ての感覚も目の前のやるべきことだけに完全に集中して研ぎ澄ますとまあ普段とは全く違うパフォーマンス出ますしただ死ぬほど疲れますけどねあれもうしばらくやった後は動きたくないですもん。 まあそんな感じかわかんないですけどね。まあ人それぞれかな。あのゾーンの感覚っていうの。みんな言葉で説明するの難しいし、で、それぞれの説明の仕方全然違いますしね。え、なんでえエリカやばいのなんででも確かに、土壇場というか、うーん、多難そうな選手だなという感じですよね。意外と一喜一憂大きいしまあ、真剣なのはいいんだけど、その、 やたらシビアにストイックに向き合いたがるというか、なんか本当に苦労しそうな感じだ、選手として。光もある意味真剣だし、常に全力でぶつかっているんだけど、まあ悪い結果悪い結果で、それをまた乗り越えるための自分の目標なり、バネにしていけそうだったりとか、ユキはあんな感じですし、まあ泉もね、最近練習ではすごくいい成績出てるんですけど、まあ泉も、ああ、でも泉トイレがちょっと似てる感じかな。 エリカはなんかやたらね、その捉え方というか、なんかアスリートの中でも茨の道を歩んでいくタイプに多そうな性格というか、その自分がやってる競技に対する姿勢、向き合い方というかね、そんな感じのありますんで、まあもしかして、やっと来た初めての全国、ナショナルズで大失敗でもやらかすんでしょうか。まあそんなこともあるでしょう。そういう経験も頑強なアスリート、強靭なアスリートとして成長していくための心構えを作っていく、 一つ大きな糧にもなるんじゃないかなという感じしますけどね。まあわかんないですけどね。いやー開幕しましたか。全国ね。やっぱ泉に似てんなこの人。ちょっともう一回、一回だけ選手名と名前確認しとこうかな。見れる範囲で。例の美白が羨ましがられてた穂積の2年生は新田セレナ。多分日田ですよね。新たの可能性もあるけど。うん。この人が今回の大きくスポットライトが当たったキャラですね。 で、穂の部長っすねあのー、前回で光がぶつかって挨拶した魔法っていう名前だったんでねよく覚えてます魔法っていう名前で強い人だとねあのー、美穂のお姉さんすぐ思い出しますからねうん小もりかっていう名前か割と名前がなー凝ってるというかあんまりない名前わざと選んでんのかなーでも五十嵐幸雄ってうんでもこの幸雄っていう名前ほんといいっすよねー本編中にもいましたけどかわいさとかっこよさと備えててで確かに本人も 聞きゃゃいいいんじじないのって感じだけど <laughs> 考えてましたけどね。冬にちなんだ。でしょうね。で、本当に白銀のような髪の色をしている。美しい。若干ミステリアスでもある。徳島八木沼高校。あ、八木沼って名前じゃないんだ。あとこれ、死者と本番って違うんですね。あの、ターゲットの設定。細かいですけど。あ、名前出てないわ。あ、似タですね。セレナさん。今名前呼んでる人がいたんでわかりました。新田さん、貝島先輩、小五森マホさん。この3人だけ、とりあえず今は覚えております。 海島先輩、ちょっと、本当に先生より危ないな。実際に接触あるからな、この人。うん。あ、ヤギ沼の、和田ねね子ね。へえ、あのメガネの緑髪の人ね。あの口調をちょっと引っかかる人いるかもな。あの口調好きな人いるんですよね。まあ、こういう口調のキャラ他にも何人かいますけど、私が見た中で、で、それも最近の中で、エンドロのメイがね、あの口調すっごい何回も取り上げられてて、まあ、よく口にするっていうのもありますけどね。和田ねね子ね。 長崎最下女子あああかなあの名字何て読むんですかねハ佐藤と佐チかルリだな。まあこれもねさっきの他の人のと同じでこういう時はね英語字幕で見てる人のほうが一発で確実にわかるんですよね。ぐらいですかねメンバーの名前うーん。でも多分だけど穂積のもう忘れた。小五森魔法部長とか島先輩とセレナだ。うん。ニッタセレナ。うん。まあ今は思い出せましたけど。 またすぐ忘れそうなんなら千鳥の全員の名前もあやうときありますからね。っていう感じでしたか。まあでも暑かったっすね。うん。見せ方うまいな。ただうまい人が出てきてだんだんその実力の高い人にフォーカスしていくだけだとね。演出にならないですもんね。このもちろんうまい人、そうでもない人いるんだけど、でもその見せ方、出番の入れ方うまいですよね。 ちょっとこっちの見る側の目線角度変わってるところに入れてくるっていうね。で、それを下支えしているこの各キャラクター特にユキオだな。やっぱユキオいいなー。でね、あのー、また例によって前回見終わってから今回までの間にいろいろとリアクションとかリアクションはね、例によって毎回言ってますけどチャンネルさん一つしかやられてないんですけど、あとディスカッション拝見してでいろいろあったんですけど、 先ほど本編でもちらっと申し上げたユキオのねモデル私もなんなら第1話ぐらいの時からユキオのモデルは下ハイハでしょうって検討つけててで他にもねそうおっしゃってる人いましたしコメントでもそうなんでしょうねとご同意いただいたんですけどちょっと前にねあのグーグルのオススメでライフロイズ・ビューリフォーのインタビュー記事が流れてきてて拝見したんですよこれ 私前紹介しまししままたっけしてませんでしたっけでこれねあの私途中まで読んでネタバレがあったんであやばいと思ってすぐ閉じてでコメント欄でもねあのそのやり取りの中でこの記事の話題出たんですけどネタバレがあるんでご注意くださいねっていうスポイラーアラートをつけてご紹介したんですけどまあなんであのリンク貼っときますけどもしお読みになる時はすでに原作の流れをご存知の方とかネタバレあ 当たっても気にしないいいう人はいま,すいませんよねそんな人はごくまれだと思うんで、まあ基本まだご存じない方はご覧にならない方がいいと思います。私はね、ちょっと一個でっかいネタバレ、今後の流れに関して、まあそんななんかミステリーがあるとかの作品じゃないんで、そこの謎解きの流れが分かってしまって、面白さが半減とかいうタイプのネタバレじゃないんですけど、何も知らない状態で見るのがベストというね、方は私もそうですけど、ご覧にならない方がいいと思いますけど、一応貼っておきます。けど、 途中まで読んだ限りだと、そのキャラクターの作り込みに関してもね、いろいろと話されてるんですけど、ユキオに関して、他のことはいろいろ出てくるんですが、下モハイハに関する言及が一切なくて、この後はあるかもしれないですけどね、私、ネタバレのところ以降読めてませんから、そこから先に書いてあるのかもしれませんけど、ユキオをね、あの流れだと、インタビューで触れてる範囲で、 とっくにしもハユハに触れてておかしくないぐらいのところまで深く言及されてたんですがあの白い悪魔の名前が一切出てこないとでも絶対そうと思うんだよなーっていうねあの射撃の腕前でしょでその見た目で真っ白な髪まあ厳密に真っ白じゃないんですけどカラースポイトで撮ったらまた違うんでしょう <laughs> 当たり前だけど違うんでしょうけどまあ厳密に真っ白じゃないけど白い髪でまさにそれが思わせるような雪で名前も雪音。と で作者ささんんのお名前がサルミヤッキさんここまできたら完全にもう下ハイハがモデルでなんだったら下ハイハが現代に蘇がえった令和の下ハイハーまだ平成だったかもしれないけどこの頃雪を大活躍の時は令和の下ハイハを漫画にしたいというところが原点になってしたんじゃないかというぐらいに予想してたんですけど全然違っててまあ違うかどうかわかんないですけどねこの後読んでないんでねただこれ見るとね私が読んだ限りの とところまででだと下ハイファじゃなないいみたいなんですよね少なくとも名前一回も出てこないですよね。これ関連の。みたいなことがまずありました。でリアクションですね。まあリアクションはね、前回あの日常会でね、可愛いらしいところ私もリアクションと一緒に見返してて、やっぱり光可愛いいですよね。あの2人でスマホを真剣な顔で覗き込みながら周囲に何にもないということを改めて確認していく流れの時とか。 今回でもありましたけどねやっぱ光のあのー、ビジュアル面での活躍っぷりうんまあ主人公としてスポーツでも活躍成長していくんでしょうけどそれ以外にもねうん光のあの足、ー、チでね本当に8面六臂のビジュアル上の大活躍あれがだいぶこの作品に魅力を加えてますよね可愛らしいし面白いしなんとなくこう心がほぐれるというかそんな感じがするね 同期役ってほど同期役でもないんだけど、でも可愛らしくて、なんか和むというか、その、面白いというか、おどけた表現の感じとか、あれがよくあんだけコンスタントにいろんな種類出てくるなっていう感じではありますね。で、リアクションですね。まあ、だから、うん、可愛らしいし、面白かったんで、何笑いか、かさらってましたね。あと、私個人的に面白かったのはね、細かいことですけど、あの、ポカリドリンクでしたっけポカリなんとか、多分ポカリセットとは書いてないんだろう。ポカリなんとかを、 アキラさんを買ってきて、ミサさんに渡すところで、ジュース一本じゃ足りないわよとかね、ミサさんが言うんですけど、その字幕ではドリンクになってるんですけど、その日本語を聞き取られて、さすがですね。あの人ぐらいになると、エクスクリーグさんが、それジュースじゃないだろうってね、突っ込まれてましたね。これね、ひな祭りの時にもあったんですよね。あの、これもまた、字幕じゃなくて、日本語でセリフの方を聞き取られたグリスドライティングさんが、 えっ何、と、話だったかですけど、あのー、アンズがやっとホームレスの仲間として認められて、ジュース飲むかいって聞かれてるシーンで、ジュースっていうね、日本語を聞き取って、どう見てもコーヒーだけどっていうね、砂糖入ってるけどさっていう。ってことをね、グリーストライティングさんがおっしゃってて、そうなんですよ。日本人はそんなこと気にしないで、あの自販機で買えるものは全部ジュース、ジュース呼んでますけど、ジュースって果汁ですからね <laughs>。私も普段忘れてて、そんなこと気にしませんけど、 普通にポカリスエェットとか、コーヒーとか、あと、まあ、ギリ許されんのが、あの、オルナミン C 系の、あれでレモン果汁とかオレンジ果汁でも入ってれば、まだ許されるんでしょうけど、入ってないものとかもね、まあ、ファンタだったらいいのかな。あれをみんなね、ジュース、ジュースって言って渡したりもらったりしてますけど、あれ果汁だと思って、それを意識しながら、そういう会話聞いてると、だいぶおかしいですよ。果汁飲むかいっていうセリフなのに、持ってるものはどう見てもコーヒーとかね。 で、果汁1本じゃ足りないわよって言いながら、持ってるものはポカリっていうね。うん。確かにそう言われると、英語圏でジュースっていう原稿のまま、普段もあの言葉使われてる方から見るとア、アニメで、アニメでアニメに限るんだけど、日本語でのカンバセーションに出てくる、あのジュースっていう単語、実は相当見えてるものと比べると違和感あるっていうね。まあ、細かいことなんですけど、これよくあるんですよ。そう、ジュースって言わないんですよね。 ただドリンクっていうとね、日本語だとまたちょっとニュアンス変わってきちゃうんで、結局自販機からゴロゴロどっしんで出てくるものは全部ジュース呼ばわりされてるっていうね、現状でございます。まあ細かいですけどね、こういう細かい言語上の引っかかりとかはね、フックになるものは私好きなんで。あとディスカッションの方ですね。まあでも多分一周空いたからでしょうけど、ディスカッションも書き込み減ってますしね。うん。確かね、確かじゃなくて今見れるのか。レデット開けて、なんか通知来てる。セーブと。 ライフラ i ー b ズビュー i f フォーエピソード8書き込み17しかないんですよ。お<う>ちなみにサイコロの方はレディットで43書き込みですね。レディットで17でしょんで、マイアニメリストで16か。同じぐらいだな。マイアニメリストとレディットだと書き込みにおけるアクティブユーザーの数ほぼ同数ってことはなんとなく。まあ、今回だけかもしれないですけど。あとフォーちゃんか。フォーちゃん見てみましょうか。私フォーチャん見るの久々だな。もはや懐かしいっすわ。 レディットのね、あの、アーカイブされてて見やすい感じになれちゃうと、フォーチャンは結構ランダムですよね。その時必要なスレイが当たって、で、いっぱいになったらとか、書き込みがなくなったらアーカイブされて、で、別に、1ストーリーにつき必ず1スレッドあるわけじゃないというか、そういう決まりがあるわけじゃないし、本当にランダムにというか、なんだ、自然発生的に、スポンテーニアスにスレイが作られるっていうね。まあでも懐かしいな。あれ、サーチってどうするんですっけフォーチャン。あ、なんか、 サンタハットかぶってる。もうクリスマス。あ、でもあれか。向こうじゃあれですもんね。ずーっと。正月まで、お正月までクリスマスですもんね。あれ、サーチってどうやるんでしたっけあ、カタログに行って、でしたっけ終あった、サーチ。うーん、フルネームですか実行。これでできてんのか。とりあえず、カタログの方ってあれですよね。あのー、ランニングスレッドだけなんですよね。だから、ちょっとアーカイブの方を見てみます。ランニングスレッド、カタログの方ではありませんでしたね。アーカイブの方で、どうやるんでしたっけアーカイブの方はもうあれか 画面内検索。ページ内検索。で、ライフを。うーん、やっぱりこれは、レディットの使いやすさに慣れてると、これは使いづらいな。あれないもしかして、エピソード8のスレッド。エピソード10のスレッドしかヒットしないですね。ないんだ。ああ、じゃあわかんないな。あったけど流れたんかねっていう感じですね。うーん、そうですか。っていう感じですわ。なんで、書き込み自体も少ないです。で、書き込みの方ですね。ディスカッションの方であったのは、 あ、<laughs> Google ストリートビューね。うん。使ってましたね。あのシーン、やっぱり、まあ、普段みんな使ってて、で、自分がいつも使ってる見慣れたものが出てくるんで、なんかね、あのー、不思議な感じしましたけど、やたらしかも描写の仕方がリアルでね、Google ストリートビューを実際に使ってるのをアニメで初めて見たという書き込みですね。あれで、あそこでね、画面を二人で覗き込みながら、いくら進んでっても全然何も見えてこないっていうね、あのー、割と長尺の下り。 あの辺もだんだん笑いのボルテージが高まっていくっていうね。で、それへの返信で、ゆるキャンプで出ました。ゆるキャンプありましたね。ゆるキャンプで疲れてましたね。まあ、これネタバレになるんで、まあでも、ゆるキャンぐらいになったらもう、見てない人いないというか、見る可能性のある人はみんな見てるかな。まあでも、一応やめときますけど、うん、爆笑必死のシーンでね、1個、まあ、Google ストリートビューというか、まあいいや、そこまで詳しく、うん、厳密に言っても、あまり見ないんで、まあ、ありましたね。 ゆるキャンでもゆるキャンね何回思い返してみてもびっくりするんですけどショートシリーズやるでしょ次のシーズン2020年冬季にもうショートシリーズやるで来年中にどっちが先か知らないですけど映画と本編2期をやるドラマやるでドラマは何ちでしたっけ1月9日とか6日とかにはもうドラマ始まるんすねどうやら勢いですねゆるキャン 一期のあの一回だけがどれだけ人気だったかっていうことがわかるんですけどね、あの、どこだったっけな ?D アニメストアのニコニコ視点で最も再生されたのはなんだみたいなランキングで本当にぶっちぎり圧倒的堂々一位がゆるキャンでしたもんね。ゆるキャン第一は富士山とカレーメン。あれですよ。どんだけ人気だったかすごかったですもんね。で、まだすごいですもんね。そう、のゆるキャンですかれてましたという返信をされてましたね。楽しみだな。あとね、あの、 飛行機でたまたま隣同士になっちゃったン野さんと朝倉さんあの二人がお互いに名前を思い出せなくて気まずくなってるところで私も申し上げましたし大丈夫です私も覚えてないんでっていうのをリアクションされてるお二人もおっしゃってましたし書き込みでも大丈夫俺らも忘れてるからっていうね <laughs> みんな同じ反応してるっていうねみたいなねああいうちょっとしたリアルなシーンでも一笑い起きてましたねでこれねよくここからあれ思い出したなっていうね ユキオがね、面白い人が好きって言うじゃないですか。で、この時に字幕では、グールセンスオブヒューもあったんですよ。なんで、これだけだと、あれに繋がらないんですけど、多分日本語を聞き取ったんでしょうね。面白い人っていうね、すごいですね、この人字幕と。字幕を飛び越えて、日本語を聞き取って、面白い人っていうユキオのセリフを理解して、じゃああいつかって言って出てきたのが、バカですね。女子無駄のバカのことか、みたいなね。面白い女、そう。 あのバカが散々パラてたアンインタレスティングウーマン。あれが面白い人だっていうのをね、覚えてらっしゃって。あれもだからバカのセリフが日本語でなんて言ってるかを覚えてなかったら、ここに繋がらないですからね。うん、すごい。面白い人、それはバカのことかっていうね、ことをおっしゃってましたね。まあでも、下手したらバカのこと気に入るかもしれないですね、雪は。うん。我々には想像もつきませんけど、ただ、あのぐらいのやつだったら雪を下手すと気に入るかもしれないし、 面白いいい間違いないですからねただ今までじゃあ面白い好きな人っていたんですかねゆきおはああんですけどねただバカはもう完全に彼氏が欲しい以外の生きる動機がないというか何かって言えば彼氏が欲しい彼氏が欲しいイケメンの彼氏が欲しいですからゆきおうーんイケメンねえかっこよくあるけどねバカの方は女の子に興味ないかもしんないなうんあと今回がフェイバリットエピソードかへえまあいろいろねそうあの面白い シーン、ギャグとかね。結構前回キレッキレしたもんね。あと大会前の準備か。ええー。ああ。その大会前の準備の段階で、それぞれのキャラクターにフォーカスが当たって、描かれてるのがいいか。Really great。で、同意してる人いますね。Agreed。うん。私は予選のどっちかっすかね。うん。今のところ。何もない森にだけ囲まれた山ね。ああ、やっぱりライフルの経験者の方ね。うん。 森に囲まれた農園とか農耕地とかになるのは当然だと。うん、で、私はね、あのー、前回でそれを、まあ、土地が安いところで、さらに広く一貫して確保できるところで、さらになるべく費用を抑えようと思ったら、どう,いうのがしかないだろうなっていうね、予想はしたんですけど、あともう一個ありましたね。これ、まあ、ビームだとあんまり関係ないかもしれないですけど、騒音。そうでした、それもありますね。あのー、で、 前回は私ビームだけなんでビームしか頭になかったんでそういう予想だったんですけど今回あのー、他の射撃競技もやられるしアジア大会とか世界大会とかもやられるっていうんでそれでさらにねこの書き込まれた方の言及されてることと符合して納得したんですけどビームだけじゃなくてエアライフルもやるしさらにはわかんないけど実銃での 弾薬を使使ったライフル競技でも使われるのかなわかんないですけど、他のとにかくライフル競技でも使われるってなると、騒音の問題必ず出てきますんで、なるほど、そういうこともあってか。ねえ、ビームだけだったらね、だって他のみんなは質でやってんだからさ、体育館とかですらなく、やってんだから、なんでそんな射撃場だからって、壁地に着くのかと思ったら、確かに、ビームだけのための競技場なわけないですもんね。他のライフル競技とか、まあ、それ言ったら他の、なんだ、 でも他の競技に使うかなライフル競技場と併用でできそうなわかんないですけど、ごく限られた競技でしか使わないでしょうけど、でも確かにライフル特有の騒音という問題があったんで、そういう意味もあって、土地も安いでしょうけど、さらに人里離れてて、誰にも騒音で迷惑をかけないというのも必要な立地条件の一つだったんですね。うん、なるほど、メイクセンスメイクセンス。うん、周りの住宅からのクレームで閉鎖されてしまうと。なるほどね。 交通状況が良くても1時間半から悪ければ3時間かけてライフルクラブまで行ってる。はあ、まあ。だから経験者だったり、現役の方だったりね、いろいろと具体的なことをご存知で、こうやってちょいちょい書いてくれてますね。Midro ノ f Nowhere ね、よく使われてますね。最寄りのティムォートまで10 minutes、はあ。向こうはレストランなんですね。壁地でも存在するよくあるお店が、日本じゃコンビニですけどね。で、あと、 今回のコメディよかったなっていうね。うん。でもだんだん多分最初は射撃という競技のもの珍しさとかに意識向きがちですけど、1話からね、ちょいちょいギャグズバー切れてくるね。いいのありましたもんね。別にコメディ作品を歌ってはいないんだけど、いちいち面白いこの書き方とか出方とかね。という感じでしたね。 ディスカッシショョンンとリアクションを拝見してねさて前回前々回と日常エピソードが続いたんですけど今回はね冒頭で本当に出だしのところだけ割とのんびりしてましたけど急に緊張感に角度がついて上がってきましたねこの辺から引き締まる思いですね始まりましたねナショナルズでもこれ何これ何回見返しても思うんですけど貝島先輩と泉似てんなうーんなんだろうこの2人の共通点わからん 先生、鶴巻先生とだったらあるけどね。あ、そういえば、あれだ、<laughs> あのね、本編中に触れましたけど、光はやってもしかして、千鳥の全員と婚約を取り付けていくんですかでも、あと残ってんの、エリカだけか。あ、先生もいたか。エリカ先生と行けば、でも先生は、それこそね、雪キの、あの、返答じゃないですけど、望むところでしょうしね。それともハーレムルートじゃないダメですか。あれなんか、仕方なくハーレムルート行ったように言ってましたけど、本当は、単にあんたがハーレムルート行きたいだけなんじゃないのっていう感じですけどね。そう。 ゆ男ともまさか結婚の約束を取り付けるとは恐ろしい女だぜなかなかのたラしですよねあのデカリボン <laughs> デカリボン <laughs> リボンで認識されてるくだりああいうのも面白かったですよねいちいち細かいところでね今回出番も多かったしフォーカスもされてたあの穂積の新田セレナさんとゆ男だな今回この二人目立ってますよねでもこれ前にも言いましたけどほんとじゃあ今回のエピソードでも誰か言ってましたけど聞く高校と聞かない高校ってあるでしょ 千鳥って何ってて何いいう感じじゃないですかただ誰もそれに今回触れてなかったですけどね。千鳥ってどんななのみたいなことを誰も言ってなかったし、でも今後あるんですかね。他の全国に来てる高校でも名前を知られてないところがあったり、穂積みみたいに人気があったり顔が広かったり、違うわ、あ香かでも朝さかも穂積みもそうか。人気だったり顔が広かったりするのとは対照的に千鳥とかいう聞いたことないでしょう高校で、五十嵐とかいう意味わかんない奴がいる これは多分この後ね結果が出てまあザワッとはしてましたけどちょっと注目される可能性あるなあそんな話あるかなって感じですねあと今回まだ出番なかったですけどあれかそっかで次回姫のクライシスかそんでその後の光かなるほどエリカに何があるのか分かんないですけど姫ね姫ってプリンセスになってました見てなかったなちょっと確認しますね前回でまず テニスコートで言われてましたよねテニスコートだっけ普通にグラウンドでテニスしてただけだっけあテニスじゃねえわキャッチボールだああ字幕姫になってますねイーブン姫アナイドゥかあと画面内の字幕でも姫になってますがこれ大丈夫ですかわかる意味だってこれ真面目にちゃんとキャラの名前覚えようと思って一生懸命メイハマエリカメイハマエリカって覚えた人も急に姫っていう知らない人が出てきてえ姫って誰誰誰誰みたいな。 で一応エリカに矢印があってそこに姫ってついてるのにも字幕で姫ってあるんであエリカのことなんだってわかりますけどなんで急にエリカメイハマエリカがなんで姫みたいなね戸惑いあるかもしれないですねってことは今回の次回国のサブ隊もサブ隊のサブ隊長も姫イズクライシスでしたっけになってんすかねそうするとうーんまあ微妙だっすねわかんないかもしれないですねまああとはね今回の リアクションとディスカッションを拝見して、あれが話題になってるかどうかでですけどね、それで分かりますけどね。そっか、で、次回、姫が、エリカが、なんかヤバくなって、それを、でも、それを、ま、どんぐらいやばいのかも分かんないですし、それを光が挽回するんだろうか、それとも、いきなり最初の試合でそこまで大活躍は、そこまでいったら神業っすよね。ちょっと普通の人間じゃないと思うな。ま、普通の人間じゃない人もいきなり <laughs> 出てきましたけどね。ほなんと何なのこの人。ユキさん。 っていうね見たら流れになるんすかねっていうことを予感させる今回の次回予告でしたね。で次回か。うん。まあ、今ほとんど行っちゃいましたね。考えるところは。あとは、そうっすね。気になるのは、他のチーム、他の高校。今はね、我らが千鳥。で、次に穂積を警戒してるぐらいの感じですけど、さて、他に伏兵がいたりとか、あと、うん、この辺わかんないですね。 ただいるだけじゃないだろうし、今回のね、あの、やっぱり忘れてるわ。もう、ねねこさんね、名前の方はね、面白い名前だったんで、覚えてますけど、和田ねねこね、名前ふ、名字普通だな。和田ねねこと、これ、未だに読みわかんないですけどね、八佐とか、八号もしくはほうルリねねことルリだな。この二人も何かあったりとか、で、この二人が出てくるってことは、他にも、メインの二人ほど、今回のね、あの、ゆきおとセレナほどじゃなくても、 短い尺でスポットライトが当てられるキャラがいたりして、それとの絡みで何かあったりするのか。で、まあ、最後まで気を抜けないという意味でも、あと、最後まで希望は捨てられないという意味でも、光までの流れですね。どういう流れでバトンタッチがされるのか。まあ、バトンタッチだって、ただね、車群順番が回ってくるだけで、それまでエリカが、まあ、んかやらかしてたりしても、逆に、どんなに相手を引き離していたりしても、それが直接、 光の成績につながるわけじゃないですからねこれが本当のリレーとは違ってねそれぞれがいい結果を単独でバラバラに出していくと全体として合計は上がっていくんだけど前の人がいい結果出したから自分もいい結果になるかっていうとそれは別に全く関係ないっていうねなかなか個々に本当に孤独な戦いをひたすらしていくっていうねで団体としての結果は成果はその孤独な結果の数字的な合成でしかないっていうねうん ここちょっとあんまりない競技ですよね。こういうところね。かあ、そこまでの流れとか、その辺ですかね。次回ね、気になってる。次回以降、どういう流れになっていくのか。今、9話でしょ。10、11、12か。ですからね。そんな感じですかね。で、冒頭とか、本編の後でも一定で3回目になりますし、あと直前すぎるんでね、あれですけど、私も今日メールが来てね、確定したんで、毎年ね、呼ばれてる年末、 年越しパーティーだったり、年末パーティーだったりするんですけど、今年はとうとう、つい昨日まで何の音沙汰もなかったんで、とうとう今年呼ばれないかなっていうね、呼ばれない年も何年かに1回はありますからね。どっからもお呼びの声がかからないという。ただ今年は今日いきなり、珍しいこんなギリギリに来んの。まあ、あいつも忙しかったんだろうっていう感じですけど、連絡ありまして、31日、大晦日にパーティーを、今年も例年通りやると。14時から始まって、まあ、あとは順次。 帰帰りたいい人からるるとうう感じになるんでしょう詳細はまだ来てませんけどまあ多分だけどプレゼント持ってくるかかまあ食べ物もしくはピザ代まあピザ代って言いながら要は20003000円ぐらいその出前取るかなんか知らないですけど出してくれってなるかあとはお酒持ってくかなんか私毎年手作りで料理作ってくんですよねまあ人気なのは唐揚げとハンバーグですね <laughs> なんか子供のパー子供会に持ってく時の 食べ物のなくなり順じゃないですか。唐揚げとハンバーグから真っ先になくなっていくっていうね。まあと大人になってもみんな舌はあまり変わらないっていう感じなんですかね。わかんないですけど。まあなんでお味噌が特にやることないとか、お暇な方はこれのコメント欄とかツイッターとかででも、まあなんでもいいですけど、私も年末はね、そんなに暇だったらなんか、何しようかなと思ったんですよね。どっか出かけるか、まあ家で一人でね、ゆっくり久々にお酒でも飲みながら、ダイエット以降全く飲めていなかった日本酒でも飲みながら、 まあお刺身でもいただこうかなと思ったんですけど、で、蕎麦ね、あの、黄色蕎麦作ったりして、でもしようかなぐらいに思ったんですけど、まあ、パーティーあるんだったら、パーティー行きますわ。まあ、なんで、そんなのに、飛び入り参加にご興味のある方はご連絡くださいという感じですね。まあ、これ、他の動画でも多分お知らせ申し上げますし、ライブストリームとかでも、とりあえず今時点でわかっているのはそういう状況ですね。そんなめちゃめちゃ楽しいかって言われるとわかんないですけどね <laughs>。なんで、本当に、 他にやることはなくて、もうそんなんでもなんでもいいから、とにかく、年末大晦日に何かしらイベントに参加したいという方がいらっしゃいましたらですけどね。まあみんな何かしらのオタクなんで、ああいうなかなかディープなオタクどもの話は面白いかもしれないですけどね。えー、っと、何もですかね。あとはまあ完全にもう本編にはアニメにも関係ない話題ですけど、いやーやっとね、まあこれは前回も申し上げましたけどね、パソコンね、なんとか順調に直りましたし、今のところ特に、 あれ以降、ブルースクリーンレベルのトラブルもなく稼働しております。まあ、急にまた具合悪くなるかもしれないですけど。パソコンの方はそんな感じで、無事に動いてありますし、で、その状態で冬休みなんとか迎えられたんで、まあ、休み中ね。ただ休み中っってな、意外とやることあるんですよね、私。まず今日、明日は普通の土日のいつもの用事であって、まるまる使っちゃうでしょ。ただまあ、アニメリアクションもね、ライフローとサイコロは、もうまとめてみて、いっぺんにどんどんと、 編集もアップもできていくんじゃないかなと予想ですけどしておりますしあと年末の大掃除もね本当はもう完全に全部きれいにしたいんですけどまあ多分中途半端にあってもうこんなもんで嫌いにいなるんでしょう毎年のことですけどねまあ大掃除中掃除ぐらいですけど中掃除をちょっとやって中掃除をちょっとだからね <laughs> まあどんなもんなのかを指して感じですけどまあそんなことやってあとまあそのパーティーの準備準備だって私の場合料理作るだけですからね当日 の朝あ、スーパーあ、さっき確認した大丈夫スーパーパやってる時間に買いに行って、で、当日の朝作って持っていくと、まあ、それ以外の時間は基本、三が日は全部、二日の一般三がですね。今決まってんのは、それだけだな。だから、それ以外の時間を使って、いろいろと、このね、YouTube 関連の作業できるんじゃないかな、みたいなことをぼんやり当てにしておりますけど、ちなみに、今度の来たる一般三がは、近所陛下が即位されて初めての一般三がで、しかも、 普通だったら、妙代わりして最初の一年って、もうがりの一年ですから、服務期間でしょだから普通はそういうね、お祝い事とか、めでたい事と,とか、自粛される本当に真っ暗な一年なんですけど、今回の妙代わりは、先定陛下、上皇陛下の御上位という形で、妙代わりがなされましたんで、一年目からいきなりお祝い事ができるというね、すごく珍しい妙代わりの最初の年にもなりましたからね。だから、 めっちゃめちゃ混むんじゃないかなと思いますし、ただそんなところまで気づいてる人そんな多くないかもしんないから、これがまたね、テレビとかで余計なこと言わないでほしいんですよね。それに気づいてる人だけが、あ、じゃあ今年こそは行くかみたいなって感じになって動き始めるのか、わかんないですよね。予想がつかないですよね。まあそんな2日ぐらいですか、予定待ってんのは。でね、3月日しったらもう、普通のいつもの土日ですからね、やること決まってるという感じになりますんで、 まあ9連休だってね、その前後の4日間は、普通の土日ですからね、土日が私みたいに、土日も全然忙しいっていう、まあこれ、勝手に忙しいんで、別に仕事を、仕事のスケジュールとかに対する文句じゃないですけど、単に個人的に自分から勝手に忙しくなってるだけなんで、なんでね、土日別に普通だし、その間の5日間、で、2日は何や、その5日間の間、2日間は、2日間じゃないや、2日は、2日っていうと、セカンドみたいに聞こえるな。 まあ31日と2日は何するか決まってると。うーん。そんな感じだと結局、完全に予定空いてるのは、はそのうちの3日だけか。う3日っていうのは、30日、1日、3日。で、1日なんて、前日パーティーでね、まあ、そんな遅くまでやんないですけど、まあでも、帰ってきて寝るの遅くなるんでしょう。下手すと、パーティー開けて、そのまま、初詣行く人は行こうみたいな感じになるのかな。そうすると、帰ってくるのは、 2時か3時で寝て大きいの夕方ぐらいかみたいな感じでね1日も多分ほとんど何もしないか遅い時間にちょろっと動いて終わりぐらいの感じかなだから意外と本当に純粋に空いた時間って少ないですよねこの9連休とはいえまあなんですけど普段より少なくともねずっとここのところね何ヶ月も連休は仕事でつぶれ土日も仕事で出ることがありみたいな感じで休みがすごく 例年よりもはるかに少なかったりね、あの、天井節もなかったですからね、今年は、とかね、ありましたから。なんでまあ、こうやって指折り数えて潰していくと意外と少ないんですけど、それでも久々のある程度まとまった空いた時間が取れますんで、まあ、いろいろと動けるんでしょう、みたいにね、まあ、結局、まあ、いつも通り当てにしてるだけなんですけどね、本当にそうなるかわかりませんが。まあ、なんでこの冬休みはそんな風に過ごすんでしょうね。あとは、まあ、わかんないですけど、なんかあるかな。今のところ特に、 決まったものはないですねまあそんなことをしながら次回までの間にもう今度こそ次回いつもよりはすぐに見れるでしょう。でその間にリアクションとかディスカッションとか見てで見終わったら次回見てっていう感じになっていくんじゃないかなという感じでございますね。でまたその中でねいろいろ何かあったりとかあと面白いものを見つけたりなんてことがあったら拾っておいてまたお話ししたいと思っとるところでございます。 んなとこですかね今回はそんな感じで l i f l e is Beautiful 第9話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた